こんにちは、渋谷です。僕は普段フリーランスの美容師として働いてるんですが、今日もこちらでモデルさん見つけていきたいと思います。前回旅企画が終わって今後の動きみたいなのもちょっとだけ共有させてもらいましたけど、裏方の作業をやりながらも YouTube の週1ぐらいでアップできるように今日も秋葉原で頑張りましょう。はい、もう初心は忘れません、僕たちは。はい、よろしくお願いします。見つかりました。ありがとうございます。こんなに時間かかったの久々じゃない？久しぶり。もう暗いもんだって。うん、いやでもありがとうございます。軽く自己紹介いただいていいですか？22歳で秋葉原と申します。今日は何しに秋葉原来られてたんですか？今日は学校終わってからスロット打ちに来ました。じゃあ僕たちのいつも通りの流れなんですけど、新宿に移動させていただいて、服買って髪切って変身させていただきますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。このまま服買いに行くんですけど、現状の服がどういうコンセプトで構成されてんのかみたいな深く考えてないです。動きやすいぐらいでいいかなって感じですね。急に会ったのにいきなり言うのおこがましいんですけど、パンツも黒のスキニースキちょっと色あせてきてるかなって感じもするし、結構着られてますこの服とか。ぼちぼち着てますね。6、7年ぐらいですかね。すごっ。まあ、これだったらざっくり言うと白で、紺で、黒で、上着のポイント中赤みたいな。はいはいはい。加点じゃなくて、とりあえずマイナス削るっていうところが一番重要で、2色に絞るとか、全体の雰囲気のコンセプト合わせるとか、いろいろ考えながら服選んでいきます。急に声かけられたのに、ついてきたらめっちゃダメ出しされて、なんやねんこの時間みたいになるっすよね。すいません。あ、今ちょっと忘れてた。すいません遅れて。よろしくお願いします。こんにちは。僕の前の会社の一個上の先輩の佐々木です。新宿のクローム東京さんっていうサロンなんですけど、今回こちらの個室をお借りさせていただいて撮影します。ありがとうございます。どうぞ使ってください。改めてよろしくお願いします。お願いします。ゆきさん、今日はどういう感じのヘアスタイルを作らせてもらうわけ？逆三角形っていう顔型がアキさんの顔型なんですね。特徴としてこの頬骨が張ってるとか、顎がめちゃくちゃシャープっていうのが逆三角形っていう顔型なんですけど、補足で言うたら本来人間ってその丸顔とベース型と何がないんだっけ？顔型ってパターンあって、一番美しい顔型って言われてるのが丸顔、主な顔、逆三角形、ホームベースっていう顔型があります。頭も合わせてひし形の形にしたら一番綺麗に見えるっていうところで鉢を張ってみたいな、なんかそういうことみたいな。ああ、そうそう、それよく知ってます。アキさんの顔型の特徴は鉢が出っ張り、頬が出ている逆三角形型です。この顔型シャープで冷たい印象を与えます。今回は髪の長さを生かして前髪を長めに残し、頬骨をカバー、なおかつ顔が縦に長い面長要素もあるので、サイドはボリュームを残して面長もカバーしつつ鉢を目立たなくします。シャープな顔型に今のようなストレートなスタイルだとさらに冷たい印象を与えるので、セットは変わる感を出して柔らかい印象にしていきます。すいません、アキさん、もう書きましたね。はい。ごめんなさい。 OK です。アキさん、改めて本日ありがとうございます。はい、僕らのチャンネルはね、街で見つけさせてもらったモデルさんを変身させながらも、その方の感性も聞かせてもらいながら、最終的に外見と内面両方の変身っていうところを手伝わさせてもらうっていう構成なんですけど、改めてアキさんのこれまでの人生みたいな幼少期から聞いていってもいいですか？そうですね。もともと生まれ育ちはどの辺の人なんですか？千葉ですね。
子供の頃は松戸市に住んでて、そこから石川ってとこに移ってきて、今も暮らしてます。ざっくり言うと、ここまで人生右肩下がりだなって思ってるんですけど、子供の頃の方がまともでしたね。逆にまあ真面目じゃないんですか？そうですね、まあ学校を休学したり、まあサボったりして、結局まああと2年ぐらい行かなきゃいけないし。あ、そういった過去もあったんですね。そうですね。中高はどういう感じの人間やったというか？中学校はまあそれなりに楽しんでたというか、高校入ってから喋るのが得意じゃなくなったなみたいな、まあ、高校入っていきなり知らない人とか増えるじゃないですか。知らない人と喋るのとか苦手だな、内向的になったかなっていう感じでしたね、高校時代。本当の理想の自分、明るい人間になりたいとかあったんですか？そんなめっちゃ友達欲しいってわけじゃないんですけど、コミュニケーションちょっとまあ楽しくやっていければいいのかなって感じですよね。そういった高校生活があって、大学にそのまま進学するんですよね？そうですね、入ったんですけど、まあちょっとそのオンラインで終わったんですけど、うん、それがさっきおっしゃってた2年間途中で行かんくなったって。そうですね、もともと高校生の時大学にそんなに行きたいって思ってるわけでもなく、とりあえずそれなりの大学には入ったんですけど、まあちょっとやる気なくして、1年生の秋ですかね、休学して、仮面浪人でもまあ失敗して、そこからまあ2年生の時ずっと病んでて、丸々1年ぐらいは大学行ってなかったですね。すごいですね。一旦大学には進学したけれども、仮面浪人してさらに上を目指そうっていうアプローチはされたんですよね？どっちかというとまあ逃げというか、うん、今の大学行きたくないなっていう気持ちからそういう風にしたんじゃないかなってまあ自分では思いますね。引きこもってる時期があったんで、そういう考える時間はありましたね。アキさんの話聞いてると、自分の行動とか客観的に分析しようっていう癖がある人やから、本当はすごい優秀な人で賢いタイプの人なんやと思うんですけどね。まあ、そうですか、ありがとうございます、うん、いやいや、あれですよ、頭が切れるタイプの人の方が人生で見た時に落ち込む時期っていうのが長くあるっていう風に言われるんで、本当に脳天気な人って自分のことを客観的に見るとかっていう動作がないんで、良くも悪くも楽しく入れてますからね悩まないよな、わざわざ。そうこの1年2年っていう時間を犠牲にしたけど、結局また同じ大学に戻るのかっていうところを受け入れるの若干時間かかったっていう感覚ですか？ないことはないですよね、そういう。それで今22歳だけど、あと残り2年あるっていう。ありがとうございます。普段自分のこういう本音とか友達とか親にも話さないっておっしゃってくれたんですよね。こういうこと話してなかったですね。今後どういうことをしていきたいみたいな話とかあったら聞いてみたいですね。あんまり目標みたいなのはないんですよね。これ以上長引かずに大学卒業できたらいいなって、そんぐらいですかね。今ちなみに学部的に何の学部とか聞いてもいいですか？経済ですね。学校の授業からこういう仕事にいいとか思うことあるんですか？全然ですね、ちょいないですね大学ってまあ別にみんな目的ないけど行ってるんだろうなみたいな、そういうちょっと、うん、それで言うたら、アキさんが僕らのこの企画に参加してくれた一番の理由って何やったんですか？なんすかね、でもなんか今の自分に問題というか不満はあったのかなって。それってどういう時に思うんですか？日頃からなんとなく感じてるっていう感じですかね。まあなんとなく生きてるなって感じ、なんかやりてえなみたいな感じなんですね。そうですね、人って結局結果と報酬で生きてるわけよ。何かの分野頑張るとするやん、で結果が生まれるやん、でこの結果に対しての報酬がでかかったら人ってまだ勝手に頑張れんのよ。サッカー子供の時頑張ります、試合で点取ります、みんなの声援、親の褒めっていう報酬が受けれるとまた頑張ろうってなるわけで、アキさんのこれまでの人生の中でその結果と報酬が自分の中で見合うものがなくて、まだ次頑張ろうっていうモチベーションにつながるものが正直な話なかったと思うんですよ。だからこそこの動画に出たという挑戦と変身したっていう結果に対してえげつない報酬を受けると思うんですよ。基本コメント欄は褒めとかかっこいいとかっていうもので溢れるんですよね。多分それ見た時にアキさんの中で何かアクションを起こそうとか何かしらの変化が生まれるかもしれないとか、そういったところもちっちゃな希望は持っといてほしいかなっていうふうに思います。俺の知ってるインターネットってそんな綺麗じゃない、はいはい、あ、そうなんですか？だいたいなんか YouTube のコメント欄とかやっぱ荒れてるイメージですけどね、はい、あ、そうなんですね。僕らのチャンネルのコメント欄また見てほしいですけど、見たことないぐらい綺麗ですよ、ほんまに。すごいですね、やっぱネットの評価自分の中で良くないのに出てくれたって。あんま最初そんな気にしなかったかもしれないですね。あ、そういうとか、いや、気づいてなかったなるほど。じゃあゆうきさん、あの眉毛とひげまりか仕上げでやらさせてもらいますんで、残り少々よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。犬一匹分ぐらい切ったっすよ。カワセリ普段するっすか？あんまそんないっすね。結構武芸あるんで、剃ったら綺麗になりますよ。カワセリの重要性っていうのは眉毛のデザインとかヒゲを剃るとかっていうところ以上に、顔全体の産毛することで肌の色がワントーン上がるっていうのを男女ともに言えるって感じよな。女性だったら特に化粧のりも良くなるし、男性だったらやっぱ清潔感出るんで、
剃ってあげた方がいいですね。蒸しタオル懐かしいな、ゆきさん。この蒸しタオルするっていうのはどういう意味があるの？水分と熱を与えることによって毛がめちゃくちゃ柔らかくなるんで剃りやすくなりますね、うん、剃った時に肌への負担も少なくなりますね。じゃあゆきさん自宅でやる時も蒸しタオルやった方がいいんですか？僕は風呂の中で剃ればいいと思いますよね。あ、湯船使った後、要は水分と熱を与えればいいんで楽だし永続してできるかなって思います。おお、すげえ、いいね。なんかゆきさん英国紳士連れてきたみたいになったんだよ。言えば綺麗ですね。武将に伸ばすんじゃなくて口元にかぶさるとこを切るとか、ラインを綺麗に整えるぐらいのめちゃくちゃ清潔感出るんで。なんでワックスにこう混ぜてるんですか？こっちはグリースって言うんですけど、ツヤを出すタイプなんで、普通のワックスの動きっぽいのも欲しいけど気持ちツヤも出してエロティックな感じにしたいんで今回混ぜます。普通のワックスとグリースを混ぜるの？そうです。そうするとワックスのセット力とか束感出る感じとプラスでグリースのツヤ感がいいとこ取りみたいな感じの表現ができます。ワックスは一部分に多めにつけるとかこう薄くとかではなくて全体に均一につける。まずは後ろからつけていきます。こう下から上にかき上げるように。これ今根元につけてる作業ですね。上からつけると表面にしかつかないんで、ちゃんと中までこうつけるようなイメージで、でなんで後ろからつけるかっていうと、やっぱ最初につけるとこがどうしても多くついちゃうんで、後ろは多くついても割が修正が効きやすい。逆に前はすごく繊細だし人の顔って一番よく見るんで繊細にセットしていきたいので一番最後につける。下からかき上げたら次はこの表面につけていきます。表面つけるときは頭皮をこするような感じでゴシ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 上から下に撫で下ろす感じでやるとこすってるだけ勝手に束になってくる。結局はドライヤーとアイロンをした熱処理の形に戻るっていう風に考えた方がいいんで、ワックスをつけるときはあんまり形気にせずに均一につけてあげてください。で最後まとめると、後ろから一回かき上げる、横からかき上げる、前からかき上げる、あと上から散らすように全体になじませていく。こうバーってつけたら最後に形を整えていく。で最後仕上げにワックスで作った形をこのまま固めたいんで、ただ固まるだけですね。スプレーをかけていきます。この入り口がこんなちっちゃくてこう放射状に出るんで、この距離でやったらここにビタってここだけついちゃうみたいな、はい、なるべく離してこうかけてあげる。で近くにかけてあげた方がいいとこは1箇所だけあって、それがさっき言ったこの立ち上がりのここですね。ここだけは絶対に崩れたくないんでちょっと多めにかけてあげたい。でこの上げた状態でこんな感じでちょっとだけシュッシュッシュッ。お疲れ様でした。お疲れ様です。メガネかけてないからちゃんと見れてないですよね。かけてみますか。おいや、めちゃくちゃエロいっすよね。わかりますか、このエロさ。いいね。渋谷の先輩であり店長さんに見せたいっていうところで。おお、すごっ。全然来た時の別人めっちゃおしゃれ。いやでもほんまに店長さんのおかげで今日も編集ができた。ありがとうございます。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。ぜひ来てください。おお、すげえ、真後ろに店舗名。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。アキさん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。マジでかっこいいわ、ほんまに。いや、こんなバッグの人なんて自分でも思って
テーマは代官山の秋です。確かに代官山やわ。絶対代官山の伝えで本持ってスタバ飲んでますよね。いや分かるわ。なんかちょっと色も秋っぽい感じをイメージしたかったので、確かに、まあ、こういう色合いと、あと髪型に関してはこの頬骨が出っ張ってここ顎シャープなんで、気持ち長めのスタイルの方が全体的に似合います。なるほどね。秋さんのビフォーはダボっとした雰囲気でスタイルの差を生かせてなかったのですが、スラックスや革靴などドレスのアイテムを取り入れ、締めるところは締め、スタイルをよく見せます。クールな印象が強かったビフォーから全体を温かみのある色で柔らかい印象にして、知的な雰囲気を演出しました。でも秋さんどうでした今日の一日？声かけられてすごい驚いたんですけど、かなり自分でも驚いてるんで、ここから変われることあったらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひこの格好を意識セットで出かけてみてくださいですね。じゃあすみません、ほんまに今日はなかなか撮影ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。後ろ姿めちゃめちゃかっこいいね。いやめっちゃかっこええわ。改めてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回もめちゃくちゃ大幅なイメチェンができた気がします。いいですね。旅企画が終わった一発目の動画っていうところで、最後に伝えたいことをまとめたいんですけど、僕らのこの動画っていうのは一旦週1ペースぐらいやれたらってとこですよね、うん。そうですね。投稿頻度を落とす代わりに、裏では前言った大変身っていうサービスの構築だったりとか、もともと男塾っていうサービスをやってたんですけど、それの再リリースにあたってどんどん準備を進めているので、ここを構築していきながらしっかりと撮影していきたいと思ってます。 YouTube 好きで見てくれてる人には満足してもらえるようにはしながらも、まあ、本来僕らがやっていきたかったっていうところも同時に進めながら、そういう感じですよね。そうですね、まあ、何はともあれ投稿頻度は落ちるので、よりクオリティをアップした動画を作れるように今後頑張っていきます。はい、今回モデルさん探し難航してましたけれど、いい返信できました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。